こんにちは、ふたばりほです。今日は沖縄の宮古島にグラビアの撮影に来ています。天気も良くて撮影も順調、いい写真が撮れそうです。中継ポイントです。ここ沖縄に突如発生した巨大生物ですが、宮古島の南東砂浜付近をゆっくりと移動している模様です。現状島周辺に際立った被害は出ておりませんが、生物が巨大であるため移動による民家や島の施設の損害が危ぶまれております。交換庁の発表によりますと、巨大生物は極めて人に近い形状をしていることから慎重な体制を取るという方針で、今後は自衛隊のヘリコプターを出動させ測定を行う模様です。突如発生した巨大生物の身体データを測定することが今回の任務だ。身体データはヘリに搭載されたトレースビームを特定のポイントに照射することで取得できる。ポイントは画面横に表示されているのでよく見ておけ。トレースビームは対象に向かい R1 ボタンを押すことで照射できる。正確な測定値を得るには数秒間同じ場所を照射する必要があるので注意せよ。それでは検討を祈る。
プデータを取得する。肺が軽い損傷を受けているぞ、注意しろ。Thank you.